パリ五輪、柔道女子57キロ級で金メダルを獲得したカナダ代表、出口クリスタが1日、自身の X を更新。コメント欄を見ていて悲しくなると、誹謗中傷に対して抗議した。写真、日本語と英語で綴られた悲痛な声、悲しくなる、得する人は誰一人としていない出口は日本語、英語の声明文を掲載。 コメント欄を見ていて悲しくなるし私が戦ってきた選手に対してあまりにも申し訳ないのでここにコメントさせてもらいますと書き出し選手をかばいたくなる気持ちもわかるけどこういうところでの不毛な争いは国屋選手、いろんな人を巻き込んでマイナスなイメージを植え付けるだけで得する人は誰一人としていないですと綴った。続けて、ネガティブな意見を持つな。 って言っているのではなくて他人が悲しくなるような言葉の矢をわざわざ放たなくてもいいんじゃないでしょうかと抗議。確かにしょっぱい試合ばっかだったけど、皆自分のベストを尽くしたわけで、畳に立った人たちは互いにリスペクトしてベストを尽くしているのだから応援してくれた皆様にもそうしてもらえるとありがたいと思いを記した。今大会は準決勝で延長戦の末、相手の反則勝ちで決勝進出。ふんみみ 韓国との決戦を制し、悲願の金メダルを獲得。最後はミ,ミが3度目の指導を受けて、クリスタの反則勝ちとなった。出口は長野、松商学園高から山梨学院大に進学。父の母国であるカナダ代表として活動することを選択し、五輪を目指してきた。